俺はどこにでもいる普通のサラリーマン。まだ結婚はしていないのだが、俺は訳あって現在子育て中だ。仕事と育児の両立に心身ともに疲弊していた俺を見て、両親はうちにお手伝いさんを手配してくれたのだ。そして家にやってきたお手伝いさんを見て、俺は言葉を失った。え？なんでここに？この出会いが俺の人生を大きく変えることになる。私たちって幼馴染だから、そういう目では見れないってこともわかってるの。俺の名前は国村ジョージ。どこにでもいる普通のサラリーマンだ。そんな俺は今、3歳になる女の子を育てている。あまりにも活発すぎて手に負えないことも多々あり、育児の大変さを身をもって感じている。毎日会社と保育園と自宅を行ったり来たりして、せわしない毎日を過ごしていた。そもそも、なぜ未婚の俺が子育てをしているのか。その理由は、俺の姉とその旦那さんが半年前に交通事故で亡くなってしまったことにある。姉には娘がいて、両親を同時に失い、行く当てのなくなった彼女を俺が育てることになったのだ。それなりの稼ぎもあったし、独身の俺はある程度の貯金もある。それに今の仕事は時間の融通も利き、直属の上司も現在子育て中ということで、俺のことを全力でサポートもしてくれる。何かあった時は休んでいいとも言われていたし、万が一しばらく仕事ができなくなったとしても、生活できるくらいのお金はあった。だが子育ては仕事の合間でできるほど甘くなかった。最近になって言葉を覚え始めた姪のひなは、いろんな言葉を話すことができるようになった。しかし、まだ成長の途中であるがゆえに、自分の気持ちをうまく伝えられないこともある。俺自身も育児に慣れているわけじゃない。仕事もできるだけ短くして、その時間だけ実家や保育園にひなを預けていたが、それでも家事や育児は追いつかなかった。ひなは実家や保育園にいるときはおとなしくしているようなのだが、家に帰ると豹変し、怪獣のように暴れ回るのだ。初めの頃は、ひなのことを絶対に育ててやると心に決めていたのだが、育児を始めて数ヶ月が経ち、俺は正直気分が落ちていた。ひなが泣いているのを見ると、本当の家族と一緒にいたいと言われているようで、俺の心はひどく痛んだ。俺がこんな状態だったことを知っていた親は、うちにお手伝いさんを手配してくれた。確かに家の中はかなり散らかっていて、女性の力が欲しいと思うことも多かったので、両親の気配りには感謝するばかりだった。今日はそのお手伝いさんが来てくれる日なのだが、家にやってきたお手伝いさんを見て、俺は言葉を失った。なんでここに？そのお手伝いさんとは、俺の幼馴染だったのだ。彼女の名前は春菜。昔、うちの近所に住んでいて、彼女は俺の初恋の相手でもあった。春菜は小さい頃からとても可愛く、俺以外にも、彼女に好意を持っている男子は多かった。
小学校高学年にもなると、彼女の靴箱には毎日のようにラブレターが入っていたし、バレンタインのシーズンになると、どの男子よりもチョコレートをたくさんもらっていた。中学生になってもその勢いは衰えず、彼女と一緒に登校したり、よく喋っていた俺は、彼女のファンから恨まれていた。しかし、彼女との思い出はそこまで多くない。中学生の頃に変な男に付きまとわれ、彼女の両親は引っ越しをすることを選択し、中学卒業と同時に離れ離れになってしまったからだ。その後もしばらくは連絡を取り合っていたが、次第に連絡する頻度は減っていき、今に至る。私こそびっくりだよ。名前が一緒だとは思ったけど、本当にジョージだったなんてね。いや、俺だって春菜がうちに来るなんて思ってなかったよ。そして彼女を家の中に入れると、すぐに彼女はため息をついて呆れ果てていた。思っていたよりもひどいわね。一体何があったの？実はさ、姉が交通事故で亡くなっちゃって、俺が姪を引き取ったんだ。小学生の頃、よく俺の家に遊びに来ていた春菜は、俺の姉のこともよく知っていた。そうだったの。さっきまで再会に喜んでいた春菜だったが、一気に表情が曇ってしまった。もちろん姉の代わりになれるわけはないんだけどさ、ひなのことをちゃんと育てようと思って、今必死に頑張ってんだ。でも世話することで手一杯で、ご覧の通りってわけ。何言ってんの。初めての育児で不安になるのはみんな一緒。できることから少しずつ覚えていけばいいのよ。落ち込んでる暇はないわよ。そう言って、春菜は窓を開き、俺が脱ぎ散らかした服を洗濯機に投げ込み、食器を洗い、リビングの掃除機をかけ始めた。その無駄のない動きに、俺はただ黙って見ていることしかできなかった。俺が保育園にひなを迎えに行き、家に帰ってくる頃には、家の中は見違えるようにきれいになっていた。これにはひなもとても驚いていた。春菜の仕事は夕方までだから、もう帰ってしまったのだろう。たった一日で、こんなに家のことをやってくれたのに、お礼を言うことができなかったな。そんなことを考えていると。あ、お帰りなさい。家の奥から春菜が現れたのだ。あれ？まだいてくれたの？夕方までの勤務じゃ。帰ろうかとも思ったけど、まだ中途半端だったし。まあ、初回限定のサービスってことで。あ、これ家の鍵。俺は春菜に鍵を預けていて、帰るときにポストに入れておいてと頼んでいた。俺はいつでも帰っていいというつもりでそうしたのだが、彼女は俺が家に帰るまで残ってくれていたのだ。あら、ひなちゃんはじめまして。私は春菜、よろしくね。急にお家に来てびっくりしたよね。ごめんね。春菜はしゃがんでひなに挨拶をするが、ひなは人見知りをしているせいか、俺の足にくっついていた。ちょっと怖かったかな。春菜は笑いながら立ち上がった。ほら、何ぼーっとしてんの？手洗いとうがいしてきて。ご飯も作ったから
早いとこ食べちゃって。いや、でももう仕事は終わったんじゃ。まあね。でもこれは私が個人的に手伝いたいと思ったことだから気にしないで。もしかして迷惑だったかな。子供の頃と変わらない優しさに俺は嬉しくなり、春菜の作ってくれた料理を食べることにした。最初は緊張していたひなだったが、春菜の作ったハンバーグを食べると一気に機嫌が良くなり、春菜に懐いていた。確かに彼女の作った料理はとても美味しく、ひながご機嫌になる気持ちもよくわかったが、こんなにも早くひなとの距離を縮めた春菜に多少の悔しさも感じた。今日はたまたま上手にできただけだよ。それにジョージがひなちゃんの迎えに行ってくれたから料理に集中することができたの。俺は何も言っていないのに、俺の表情を見てそう答えてくれたのだ。昔からそうだった。春菜は俺が何も言わなくても優しい言葉をかけて落ち着かせてくれていた。小学生の頃、俺が友達との喧嘩に負けた時も、喧嘩に勝つことがそんなにすごいことかな、私は今のままのジョージでいいと思うよ、なんて励ましてくれたし、受験のことで不安になっていた時も、その学校に合格しないと死ぬわけじゃないでしょ、万が一違う学校に行くことになってもジョージなら大丈夫だから、もっと気楽に行きなさいよね。そう言って俺の気持ちを和らげてくれた。今思えば俺は春菜に助けてもらってばかりで、恩返しを何一つできていない。ひなを寝かしつけるときに俺はそんなことを考えていた。俺ももういい大人だ。そろそろ彼女に恩返しがしたい。しかし、俺は春菜と離れていた時間が長すぎて、彼女の趣味や欲しいものは一切わからなかった。あのさ、春菜、今日のひなのこともあるし、俺、春菜にお礼がしたいんだ。何か今欲しいものとかないの？俺の突然の質問に、春菜は目を丸くして驚いていた。いきなりどうしたの？とっさに思ったわけじゃなくて、俺、昔から春菜に助けられてばっかりだったからさ、もうそろそろ恩返しをしたいなって。恩返しだなんて、大げさだな。彼女は笑いながらそう言ったが、俺が真剣な表情を見ると、彼女もすぐに真面目な表情に切り替わった。実は欲しいものがあるの。そうなのか。それは何？俺に用意できるものならプレゼントするよ。ここの合鍵かな？は？俺は何かの冗談かと思ったが、彼女の顔は真剣そのものだった。だって私がいなかったらまたすぐに部屋が散らかるでしょ。それにひなちゃんのことも心配だし、特にひなちゃんは女の子だから成長がすごく早いでしょ。ジョージはたまにデリカシーのないこと言うから、私がちゃんと監視しててあげる。そう言って春菜は俺に手を差し出した。本当にいいの？もちろん。ジョージの家に好きなタイミングで来れるのも嬉しいしね。春菜はニコッと微笑み、俺は彼女に合鍵を渡すことにした。そしてその日から俺の生活はガラッと変わった。
春菜は仕事の合間を縫って俺の家に顔を出してくれて、最近では泊まり込みで家事をしてくれることも増えた。それによって俺はひなと一緒にいる時間が多くなった。彼女の言う通り、ひなは保育園でいろんなことを学んできて、一日一日で大きな成長を見せてくれる。そんなひなを一瞬たりとも見逃さないように、できるだけそばにいるようにしたのだ。するとひなにも少しずつ変化が見られ、春菜に対してよく甘えるようになった。母親のいない彼女にとって、近くにいてくれる唯一の女性ということで、安心していたのかもしれない。しばらくすると俺たちは本当の家族のようになり、三人で一緒に出かけたり、遊びに行く回数も増えていった。俺自身もそんな日々が幸せだと感じて、いつしか春菜と結婚できればなんて思うようになっていた。それでも春菜の気持ちがわからない俺は行動に移すことができずにいた。気持ちが先走ることによってこの関係が壊れてしまうかもしれないと思い、俺は恐怖を感じていた。しかし、恐れていた事態は突然訪れた。実は私、結婚してたんだ。ある日の夜、ひなが眠りにつき、俺たちが晩酌をしていた時のことだった。酔った勢いなのか、春菜は衝撃的な事実をカミングアウトしてきたのだ。俺は驚きすぎて言葉を失った。なんかその当時は彼となら結婚してもいいかなって思って結婚したの。でもその人はかなりのナルシストでね。私の容姿だけを気に入って、近くに置いておきたいだけだったの。毎日のように美しく居続けるための努力をしろって言ってくるんだよ。ひどい話だよね。春菜は珍しく愚痴を吐いていた。その点ジョージは楽なんだよね。私がどんなお酒を飲んでても文句を言わないし、部屋着のデザインでも口出ししてこない。まあそれは春菜のセンスがぶっ飛びすぎてて諦めてるだけなんだけど。俺は彼女に聞こえないように小声で突っ込んだ。ちょっと、しっかり聞こえてますけど。春菜は強い口調になり、グラスに入ったビールを一気に飲み干した。まあ俺にはよくわからないけどさ、自分の恋人が理想とかけ離れてたりすると、それを指摘して自分の理想を強要する人っているよな。でもそれってかなり窮屈じゃない？そうなの、本当にその通りなの。だからいつも自然体でいさせてくれるジョージには感謝してるんだよ。ありがとうジョージ。こんなことになるなら初めからジョージと結婚すればよかったな。いきなりそんなことを言ったかと思うと、春菜はそのまま寝てしまった。ちょっと今日は飲みすぎたな。俺は春菜を担ぎ、ベッドまで運んでいった。きっと彼女は彼女なりの苦労を今までしてきたんだろう。それが酒によって愚痴としてこぼれただけだ。でも、あれが彼女の本音だったとしたら。結局俺は春菜の言葉を真に受け、真剣に悩んでしまったのだが、具体的にどうしたらいいかという答えは出なかった。そして俺は翌晩、覚悟を決めて彼女に尋ねた。
春菜の中で俺は婚約者の対象として見れる？俺の急な質問に春菜は動揺していた。ああ、昨日私が変なこと言ったからだよね。わかってる。ジョージにはひなちゃんがいるし、私たちって幼馴染だから、そういう目では見れないってことも。それなのに私があんなこと言っちゃったから。ちょっと待って。俺は春菜と結婚したいと思ってるんだ。俺は震える手で春菜の両肩をつかみ、ついに告白した。彼女は思いもよらない展開に驚いていた。え？私と結婚してくれるの？したいよ。俺は春菜と結婚がしたいんだ。つか、普段はあんなに人の気持ちを汲み取るのが早いのに、なんで今回は気づかないんだよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃない。でも嬉しい。夢みたい。俺たちはヒナを起こさないように静かに抱き合った。後で彼女から話を聞くと、春菜も俺のことを思っていてくれたのだが、俺が育児に必死になっているのを見て、今はそれどころじゃないと踏みとどまっていたらしい。こうして俺たちは新たな人生の一歩を踏み出すことになった。春菜こそ本当に俺でいいの？結婚には慎重になってるんじゃない？私はジョージとなら何の問題もないわ。そう言うと、彼女はカバンから何かを取り出し、俺の前に堂々と見せてきたのは婚姻届だった。え？いつもらってきたの？昨日離婚したって話したでしょ？それでもジョージのことをちゃんと考えてるんだよってことをいつでも証明できるように今日もらってきちゃった。春菜は笑いながらそう言った。そして俺たちはすぐに席を入れ、ついに夫婦になることができた。今後は俺たちとひなの3人で暮らすために新しい家を購入した。そのおかげで結婚式はお預け状態だったが、毎日が幸せだった俺たちは特に気にしていなかった。気がつくと、ひなは6歳になっていて、小学校に通っている。俺たちが結婚したことで、正式に養子縁組を結ぶことができ、ひなとも家族の関係になることができた。今では、俺たちのことをパパやママと呼んでくれて、本当に嬉しく思っている。それに、俺たちの家族は、ひなだけじゃない。今、春菜のお腹の中には、新しい命が宿っている。ひなはすでにお姉さん気分になっていて、春菜の身の回りのお手伝いをしてくれている。いろいろ大変なことも多いけど、俺たちの周りには、常に笑顔が溢れている。ひなと二人だけの生活の時では、考えられないほど、俺は今とても幸せだ。ひなと春菜と、これから生まれてくる子供のためにも、俺はこの生活をこれから先も守っていくと決意した。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。